ママ抱っこ抱っこ。その声にびっくりしてね、キムがバーッと部屋に入ってきたんです。そしたら私がネネを抱っこしてます。これは大変と思って、キムがすぐにネネと私を引き離してネネのことを自分の方に連れてきました。もう私は息にが来てますから、座ってたんだけどもう息んでもう出てきそうなんですね。うーもう四つん這いになって、うーうー頭を出しちゃいけないと思うから、一生懸命その息みと息みの間にね、頭を戻そう戻そうするわけですよ。野獣ですよね、まさにまさに野獣。でも今想像するとね、あれは野獣だったのかな、それとも神だったのかなっていうような世界なんですよ。もうそういうね、世界の中で私は一人ね、そのネネの、フータの頭と格闘してるわけですよ。お腹の中のフータの頭が降りてくる降りてくる、ううそれをね、部屋の端っこの方でね、キムはね、ネネを抱いてじっと見てるんですよね。観客ですよ、二人は一人の世界。3回目の息見でフータの頭がうわって降りてきたって分かったんですね。出ると思ってね、自分の手でね、その頭をうわっ、その私の手の上にフータが落ちてきたんです。生まれたよ生まれたよ。部屋の端っこの二人に話しかけるとね、二人はキョトンみたいな、もう生まれたんですか。キムはね、ニコニコしながらこっちに寄ってきてね、もう生まれたの、いや早すぎるでしょ。友達に電話しまくって、あもう生まれたよ、超安産、超スピーディーとか言って、こっちはちょっと頑張ったんですけど、頑張ってね。でも私は嬉しかったんです、キムを守ることができたんだと思ってね。そんなフータを抱きしめてネネを見ました。ネネはフータを見て、わあちっちゃくてかわいいって言いました。そのネネの姿とフータの姿を見ながら、私はすごく幸せでした。生まれてきてよかった、生まれてきてくれてありがとう、そんな素敵なお産をできたのは本当に自分とみんながいたから、それを感じることができた私のお産はすごく幸せだったな、自分にとってはラッキーだったなっていうふうに思いました。生まれてきたんだ、ママに会えてよかった、ママも子供でよかった、ハローハローマイマン、ヘローマイマン、私覚えてるの、ママのお腹ってとてもあったかかった、キックして夢見て眠るママの歌聞こえていたよ、 Hello my man、 ちょっと怖かったんだ、暗い滑り台つるんと出た時眩しすぎる光の中、ママの笑顔忘れないよ、ママに会えてよかった、ママの子供でよかった、ママを守るため生まれてきたんだ、ママに会えてよかった、ママの子供でよかった、 Hello Hello My Man、 Hello My Man、 私覚えてるの、おへその紐ハサミで切られちゃった、タオルはチクチク、体重計はヒヤヒヤ、ママはそっと抱いてくれたね、 Hello my man、 すごく不自由なんだ、喋れないし体も動かない、泣いてるんじゃない、うわ
るために生まれてきたんだ。ママに会えてよかった、ママの子供でよかった。 Hello Hello My Mom Hello My Mom。 私覚えてるの、ママに会う前は神様といたんだ。天国のテレビで見たよ、ママとパパの結婚式よ。 Hello my man、 自分で決めたんだ、ママの子になろうって決めたんだ。だって世界中で誰よりもママのこと大好きだから、ママに会えてよかった、ママの子供でよかった。ママを守るため生まれてきたんだ。ママに会えてよかった、ママの子供でよかった。 Hello Hello My Mom、 ママに会えてよかった、ママの子供でよかった、ママを守るため生まれてきたんだ。ママに会えてよかった、ママの子供でよかった。Hello Hello My Mom、 ありがとう。